下のね、概要欄にね、アドレスを載せてるんだけども、多くは体毛の濃さへの悩み、アイヌ生活相談事業は必要かっていうね、そういう記事を載せました。ぜひね、記事ご覧になっていただければと思います。どういう内容かっていうとですね、全国各地のね、まあ、リンポ館とか見てるとですね、たまにこういうものがあるんです。アイヌの方々からの様々なご相談をお受けしますっていうのがあるんですね。で、これはですね、人権教育啓発推進センターっていうね、まあ、東京にある団体が、厚生労働省から生活相談充実事業として実施するものです。まあ、アイヌの方々のね、相談窓口っていうことなんだけども、まあでもね、ちょっと考えてみると、これ何を相談するんだっていうところなんですね。まあ僕は10年ぐらい前、北海道行っていろんなアイヌスポットを巡ったんだけども、まあアイヌだから特別なことってそうそうないですよ。で、例えばそのね、なんか生活相談って言っても、そういうのはまあ地元の役所なんかに行ってね、まあ生活保護関係の窓口なんかもあるし、で、まあ健康上の悩みなら医者に行けばいいし、じゃああと何を相談するんだって言ったら、なんか嫌がらせ、差別、プライバシー侵害とかあるんだけども、まあその実際開示されたね、相談実績見ると、なんか人権差別っていうなんかちょっと味わいのある書き方がしてあるんだけども、そんなにね、差別関係の相談ないし、しかもその内容っていうのがね、なんかアイヌ政策に関するなんか質問とか意見表明みたいなものとかですね、あとなんかちょっと前にね、もう2年ぐらい前かな、日テレのみそがなんか犬とかいうギャグをやって、それで苦情殺到して謝罪に追い込まれたことがあったんだけど、まあそれに関する苦情とかね、そんなんで、まあその具体的にアイヌだからなんか被害被ったとかね、わざわざこの人権教育啓発センターに相談しなきゃいけないような内容って、まあ、ないんですよね。で、それで、まあ、実際詳細を調べてみると、どうも同じ人が電話してるんじゃないかとかですね。まあ、相談員の人がなんか知り合いに頼んでるんじゃないかって話が、まあ、出てきてるっていうので、まあ、ぜひね、この記事にね、詳細書いてあるので、読んでいただくとして、ちょっと私、周辺事情っていうのを話しするんだけども、まあ、このことね、僕あんまりそんな深く追求するつもりなかったんだけども、実はね、まあ、このチャンネルでもやったし、自転車でもやったんだけども、茨城のプラク解放を愛する会に、この人権教育啓発推進センターが休断されて屈してしまったってことがあったんですね。で、これってね、やっぱ思いのほかね、この人権教育啓発推進センターにとっては、もう痛い話らしいんですよ。で、相当やっぱ衝撃的な話らしいんですよ。というのも、この人権教育啓発推進センターっていうのはですね、元はですね、1987年に、財団法人地域改善啓発センターとしてね、まあ、政府の外郭団体として設立されたわけです。で、地域改善っていうのは、つまり童話対策のことです。だから、童話関係の啓発とか教育っていうのをやるための、まあその政府外郭団体として作られたんですね。だからどういう立ち位置にあるかっていうと、基本的にね、解放同盟とか、あと童話会とか人権連とかとは距離を置いてるんですよ。かといって別に対立することはないんですね。友好的な関係を築いてるっていう、まあそういう感じの団体なわけです。というのもですね、ある意味ね、この政府にとって、その童話団体に対する防波堤という役割があるんですね。まあ、童話団体からあれこれ言われたからって、いや、うちはちゃんとね、こういう人権教育啓発推進センターがあるんで、そこで教育啓発をやってるんですよって、まあ、そういう、まあ、言い訳のためにあるっていうところがあるんで、だからまあ、そういう童話団体とは距離を置きつつ、なおかつまあ、対立するまでもなくっていう感じの立場なんですよね、この団体は。で、なおかつですね、年に一回、かな年に一回かなエセ童話対策セミナーっていうのをやってるんですよ。僕も出てみたことがあるけども、そのエセ童話にどうやって対処するか、その企業なんかが不当要求をされた場合にどう対処するかっていうような講演会を、まあ、やってるんですね。で、そういう団体はですよ。そういう団体が、部落解放愛する会っていうね、茨城の地方の、童話団体から糾弾されて、で、その言いなりになってしまうっていうのは、ほんともうブラックジョークみたいな話なんです。で、なんでこういうことになってしまったのかっていうと、まあ、部落解放を愛する会、まあ僕はね、このチャンネルでも話した通り、まあ3人組でやってきてですね。で、もうその、なんか風体がですね、もう見るからにっていう感じなんですよ。なんかもう、なんかね、この、人権教育啓発センターのエセ童話対策なんかビデオなんかも出て YouTube に上がってるけども、まさにあんな感じなんですよ、雰囲気が。あの感じで雰囲気でやってくるんですよ。で、
それは僕に対してだけじゃなくて、この人権教育啓発推進センターにもそういう感じで3人組で行ってるんですよね。で、そうすると人権教育啓発推進センターの人も多分ね、いやこれはってもう見た瞬間もうビジュアル的にこれはこういう団体に従っちゃダメだろうって思ったと思うんですよね。だから実際あの愛する会の機関紙なんかにも書いてあったけども、最初は突っぱねてるんですよ、この推進センターは、あの愛する会を。ところがですね、その後ですね、あの茨城県の中のあの例えばつくば市とかあのあたりから、そうあれこれあれこれ問い合わせ電話という名のね、圧力がですね、この人権教育啓発推進センターにかかってきて、それでもう言うことを聞かざるを得なくなった。だから最初はこの愛する会なんて茨城のうさんくさいね、なんかエセ童話団体だろうって思ってたらですよ、人権教育啓発センターが実はそのちゃんとね、あの市町村なんかにも窓口があって、その県なんかとも交渉している正式な童話団体だっていう、まあ、実態が明るみになって、でそれに対してあの抵抗するというか、逆らうとその市町村から嫌がらせが来るっていう、まあ、その現実に直面してですね、まあ、エセ童話とも言えなかったので、まあ、ある意味本物なんですよ、ちゃんとそのね、あの地方レベルではちゃんとその役所と正式に交渉している団体なわけだから。だからそういうところが、そんな、圧力をかけてくるっていうか、まあ、その要求をしてくるっていうことは、その人権教育啓発推進センターとしても、それはね、もう、想定外。まあ、八木市ってね、まあ、今回がその初めての経験だったっていうことだと思います。まあ、だってね、童話会や解放同盟や人権連が、何かその強力にこの人権教育啓発推進センターに圧力をかけてくるっていうのはあまり想定されないんですよね。というのもやっぱこのセンターっていうのが、まあ、政府の防波堤の役割っていう性質があるから、そこにですね、同和団体がなんかこう不当なことをやるとですね、ある意味政府を敵に回すようなところがあるんだけども、だいたい愛する会はそれをやっちゃったんですよね。ところ しかもやっちゃったらね、あの、いとも簡単にこの陥落してしまったと。このエセ童話セミナーっていうのをね、やって上から目線でいろいろね、まあ上から目線なのかそうでもなかったけども、まあとにかくその、エセ童話にはね、屈してはいけないみたいな風に、その民間企業とかね、まあ地方の役所の人なんかに、言ってる団体はですよ、その愛する会から、いかにもな格好で来られたら、もう屈してしまったと。だからこれは、まあ、相当この団体については痛い話だったんですね。だから僕はこのことをいろいろ調べてるうちに、このアイヌの件もヤブヘビになったっていうところがあるんです。それでですね、まあこの団体についてはね、やっぱいろいろ他にもあるみたいなんで、まあこのチャンネルと自演者でもね、ちょっとやっていこうかなっていうふうに思います。ということでですね、今日はね、このぜひね、自転車の記事を見ていただきたいのと、この人権教育啓発推進センター、まあ、この団体のちょっとね、内情についてお知らせいたしました。